第14代総選挙は、大韓民国国会の議員を選出するために1992年3月24日に施行された韓国の選挙である。1948年5月の初代総選挙から数えて14回目、第6共和国時代においては2回目となる。なお、韓国では選挙回数を大会ではなく、代々と数える。また名称も総選挙ではなく、 総選と表記するのが一般的である。国会議員の4年人気満了に伴い実施された選挙でこの年の12月に行われる予定の大統領選挙の動向を占うものとして注目された。選挙の結果民主自由党と野党、統一民主党と新民主共和党が合同して発足した政党以下民主党が選挙前の議席を大幅に下回る敗北。 最大野党である民主党と選挙直前に現代、財閥創業者で名誉会長の丁州英が結成した統一国民党が躍進する結果となった。前年12月に改正された国会議員選挙法に基づいて実施された。改正国会議員選挙法の特徴は、1地域区定数の増員、2全国区における地域区第一党へのボーナス議席の廃止などである。そのため、 地域区の選挙結果がそのまま、全国区の選挙結果に反映されるようになった。選挙人数と相当票者数は韓国中央選挙、管理委員会の歴代選挙情報システムより、引用選挙の結果、民事党は194から149へ、議席数を大幅に減らし、公認だけでは過半数に達することができずに、敗北した。一方、 近代中と力宅が共同代表制を取る統合野党、民主党や2月に韓国の大手財閥の現代グループ会長の邸周営が結成した国民党は改選時より議席を大幅に増やして躍進した。1990年7月に総統された革新系の民主党も地域区で51名の候補を擁立したが、 候補者を擁立した地域区平均で6.5%の得票に止まり、当選者を出すことはできなかった。民事党大敗の要因として、党内の内紛や不動産価格暴騰、物価高、経済の落ち込みなどの経済難、1992年の上半期に予定されていた地方自治団体長選挙が延期されるなどを公約が履行されていないという不満などが指摘される。 地域別で見た場合、民事党はソウル特別市と大田直轄市及び全羅道を除く地域で民主党や国民党を抑え第1党になった。一方、近大中が率いる民主党は支持基盤の全羅道と全選挙区44選挙区中25選挙区で勝利したソウル市で第1党になったが、東側地域のボンドと継承道では議席を 獲得できず、金四三とたもを分かって、富山から民主党の公ごもで立候補したロープゲンも落選した。選挙の結果、民自党は富山で民主党は甲州と全羅南道で議席をほぼ独占するなど依然として参議院を中心とした地域主義に基づく政治構造が強く現れた結果となった。女性候補者は地域区で19名。 全国区で16名が立候補したが、当選者は全国区の3名に止まり、地域区候補者は全て落選した。民主自由党民主党統一国民党新政治、改革党、無所属繰り上げ当選、決選挙繰り上げ当選、西平茂げ各国の選挙から変遷と、現状、僕託者、517ページより同情、その後、無所属当選者を入党させて、 国会開会時には156名と過半数を確保することができた。数字は、新と半著、韓国政治の現在民主化へのダイナミックス129ページの、標語に、年齢別、性別当選者数、から引用。党派別の内訳は、1993年度版、党は年間党は日報、147ページの、女性の政治参与定帳を参照。なお、 総選挙後の補欠選挙や全国区の繰り上げ当選で最終的な女性議員数は全国区7名と地域区1名の計8名となった大韓民国県政会ホームページの県政会会員名簿よりありがとうございます。